ゴールドクイーンは日本の競争馬。主なカチクラは2018年のアオイステークス、2019年のカキツバと牧場時代は、離乳後は繁殖品馬と一緒に放牧していた。おとなしく扱いやすい馬であったが、輪が強いような面も持ち、旧車からなかなか出ようとしないようなこともあったという。2017年6月17日。 阪神競馬場での新馬戦でデビューし一着。続く、フェニックス賞も勝手に連勝とするが、小倉二歳ステークスに向けた、調教中に左膝剥離骨折が判明し、出走を断念して、休養に入る。2018年3月11日、復帰戦の昇竜ステークスで10着の後、立花ステークス3着を経て、出走の新設重賞アオイステークスでは9番、人気ながら逃げ切って、 初代覇者となった。7月のバーデン・バーデンカップで2着とした後、北九州記念は16着に終わり、続く3戦も振るわなかったが、12月23日のギャラクシーステークスでは8番人気も、先手を取り、1番人気由来の他の追撃を、花さ振り切って勝利した。2019年に入り、管理していた坂口正則の定年により、坂口ともやす旧社に移籍。 4歳初戦の柿つばた記念では、不良馬場ながらハイペースで逃げ切って、重賞3勝目を挙げる。スパーキングレディカップ8着を挟み、9月、中山競馬場の長月ステークスも2着に5馬審査をつけて逃げ切り、浦和競馬場の JBC レディスクラシックでも花を奪って逃げたが、勝った山人アンプリメから2馬審査の2着。カペラステークスは一番人気で出走も、 コパのキッキングの豪着に終わった。2020年は初戦に黒船賞を予定していたが、3月28日のドバイゴールデン社品に選出されたため、その招待を受諾。3月18日に関西国際空港から他の日本馬と共に出国したものの、ドバイワールドカップ及びドバイワールドカップデーが中止となり、3月29日に関西国際空港に帰国した。 この年は4戦するが未勝利に終わった。2020年12月29日付で JRA の競争馬登録を抹消。笠松競馬の東川正則9社へ移籍した。以下の内容は NETKEIBA.com の情報に基づく。ありがとうございます。